野々村誠の広島魅力発見。調査隊員の安芸区魅力探検隊の原です。今日はここ安芸区から始まったイベントの魅力を発見。すごい。広島市東部に位置する安芸区は豊かな自然に恵まれた穏やかな地域です。ここ江家山からは広島市と広島湾の景色を一望でき、地域住民の皆さんの憩いの場所になっております。ではここでクエスチョン。私たちは7月に江家山の頂上でこのドラム缶を使いあるイベントを行うのですが、さて何をするでしょうか。1、山道を転がして競争する。2、のろしを上げる。3、ドラム缶風呂から絶景を見る。1、山道を転がし競争。そんなすごいことし、それすごいやったら。でもこれ当てますよ。申し訳ないですけどヒントは聞きません。3番です。ドラム缶風呂から絶景を見るです。正解です。僕ね、実はね、広島は温泉が出るんですよ。それをよく知ってて、前にドラム缶風呂に入ったことあります。広域都市圏イベント情報。毎年7月上旬の土曜日に行われる海田七夕さん、瀬野川河川敷が浴衣姿の人たちでにぎわいます。今年は7月7日の開催。皆さんぜひ来てくださいね。正解発表。発射発射。もう分かりましたね。そう、のろしです。2014年に始まったのろしリレー。それぞれの地域で同時刻にのろしを上げ、顔を合わせなくてもつながりを感じられるイベントです。私たちはドラム缶でのろしを上げますが、やり方は自由です。例えば蚊取り線香など煙が出れば何でも OK です。のろしを上げられない人は見えたのろしの写真を Facebook に投稿、気軽にイベントに参加できます。ということで正解はのろしを上げるでした。野々村さん残念。のろしを見てね。じゃあ僕がドラム缶に入った風呂は何だったの、広島で。今年ののろしリレーは7月14日の10時から。テーマは和。詳しい情報は見ぬ友と心結ぶのろしリレーで検索。ザ・広島ブランド認定特産品の中から三つ和お好みソース3種セットを抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は水の都広島で楽しめる企画を調査。